下川町町議会9月の定例議会一般質問が10日行われ、6人の議員が質問に立ちました。ただいまから今回は緊急事態宣言が出されているために傍聴者なしでの開催となりました。ドローン機体の性能が最初に質問に立った斉藤義信議員は、コロナウイルス感染症対策の今後の対応について、そして通学路の安全点検についてを質問しました。次に小原義之議員が調動・除排雪など委託費の考え方について、そして木質バイオマス事業の今後の動向についてを質問。続いて中田剛之助議員は役場庁舎内で使われている Windows パソコンのアップグレードについて、コロナ緊急事態と国民の自由と権利の制約についてを質問しました。豪からは春日隆史議員が人口減少の拡大阻止について、そして聴導除排雪事業の監査結果についてを質問。続いて安孫子博正議員はゼロカーボンシティ表明について、下川の林業と林産業をめぐる状況について、利用率の低い公共施設について、下川町民憲章についてを質問しました。最後は大西勲議員が奨学金の返還に関わる支援についてと、ドローンの利活用についてを質問して、この日の一般質問は終了しました。質疑の様子は DVD に収録されていますので、図書館で見ることができます。近年高齢者が関わった自動車事故が増えており、運転機能の低下が原因で事故を起こしやすくなっているというのが現状です。下川町交通安全推進委員会では、運転に不安を感じる高齢者が運転免許証の返納をしやすい機会を整えようと、第6警察署交通課の協力を得て自主返納相談会を木漏れ日で開きました。この日の相談会にはわずか1名ですが、家族に付き添われて自主返納の相談に訪れました。全国的に高齢者が関わる交通事故は年々増えており、下川町でも少ないですが高齢者が関わった交通事故も起きています。もう車を運転しなくても全然不便のない生活ですか？いや、不便です。不便ですけどね、おかげさんに地元に子供がいて、そして自由に動いてくれるもんですからありがたいんです。運転免許証を返納された方で、運転経歴証明書、免許証の身分証明書代わりになるものになるんですけど、それを、提示した際に苗戸市に限らずですね、企業ごとにメリットとして何か特典を、ある企業が、ありますので、自治体というよりは、どこに住んでる、どこでこう例えば旅行先とかで大型ショッピング施設を利用される際に何かこうメリットがある、企業があればそこで活用していただければなというふうに思います。高齢になると反射神経や動体視力の衰えから事故を起こすケースが少なくありません。公共交通のインフラが大都市と比べ地方の小さな町では限られており、北海道のようなところでは車が生活の必需品となっていることは否定できません。この日相談会に来た女性には後日町から商品券が手渡されました。今年6月に千葉県八街市で起きた児童死傷事故を受けて、全国で小中学生の通学路の点検が必要となりました。下川町では現在小学生が125人、中学生が74人在校しており、スクールバス通学をしている一部の児童生徒を除いてほとんどが町内の道路を使って登下校しています。
9月21日、教育委員会や学校関係者、名寄警察署、役場職員などが町内の交差点と通学路4カ所を視察し、問題があるとしたらどこを改善していったらいいかなどの意見を共有しました。まず、ふるさと通りの交差点2カ所を点検。ふるさと通りは通学路として多くの子どもたちが使っており、その頻度から一部の交差点の問題が取り上げられました。ストップサインはあるものの、横断歩道のない木漏れ日とバスターミナルの交差点は今後横断歩道の設置が必要ではないだろうかとの意見も出ています。横断歩道や信号の設置は申請してすぐ認められるものではありませんが、所轄の警察署がその必要性などを詳しく見聞して公安委員会へ提案します。この日は名寄警察署の警察官も立ち会って、児童生徒たちの安全な登下校を確保するためのデータ収集を行いました。緑町地区で中学生が使っている通学路は歩道といえる部分がほとんどなく、冬場は車道を歩くことになるため危険性が高くなることも分かりました。小中学校の通学路を検証したんですが、はい、どういう課題があってどう解決しようというなんかアイデアありますか？もう一度実際にどこを届け出として出している通学路と、あと実際に通っている場所っていうのに違いがあるのか、それともその通り渡っているのかっていうところを確認しながら、より安全な通学路であるように職員の方でも共通理解を図っていきたいと思います。毎年児童生徒が交通事故で死傷する痛ましい状況が繰り返されていますが、ことが起きる前にそれを防ぐ対策が求められています。町内のガソリンスタンドで災害発生時における停電を想定して、発電機を円滑に稼働させ給油ができるようにと、災害時対応実地訓練が行われました。この日は3年前北海道胆振東部地震が発生した日でもあり、全土で起きた停電、いわゆるブラックアウトを経験した教訓から、いかにスムーズにインフラの回復ができるかが問われる訓練ともなっていました。役場に隣接する石谷石油スタンドでは、数年前に災害時でもスタンドが稼働できるようにと自家発電機を備えました。この日の訓練では、電力会社からの電源を一旦切断した後、スタンド裏にある発電機を稼働させ、給油ポンプへ電気を送るサーキットをオンにしました。訓練に参加する役場の車両がスタンドに入り、給油ポンプ横につけ、係員がポンプのノズルを差し込むと、給油はスムーズに開始され、自家発電からの電源でスタンドが機能していることを確認しました。平成29年には入れましたんで、まさか本当に災害で、すぐ使うようなこととなるとは思いませんでした。今日の手順は全てスムーズにいきましたか？そうですね、それこそ胆振の地震の時には時に、すぐ、作業順を、明確に書いて残しておいたので、特にスムーズにという訓練ができたかなと思います。北海道胆振東部地震ではインフラの脆弱さが明らかになり、今後また起きるかもしれない大きな地震や風水害などの自然災害時に、いかに途切れなくインフラを維持し続けることができるかが大きな課題となっています。秋の全国交通安全運動の期間中、下川町でも商工会婦人部のメンバーらが交通安全の発表を着て
西町の国道で通過するドライバーたちに安全運転を呼びかけました。この日は名寄警察署からも警察官が応援に駆けつけ、国道を走る車に停車の協力を求めていました。婦人会のメンバーは西町のコンビニ前で国道両側に分かれて通過するドライバーたちに交通安全を呼びかけました。多くのドライバーたちは突然の停止要請に驚いた様子でしたが、交通安全運動の一環として協力を受け入れ、パンフレットと下川名産のうどんを受け取っていました。今年の全国重点項目は、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、飲酒運転などの悪質・危険な運転の根絶など4つの項目が挙げられています。北海道での交通事故死亡件数は平成25年以降100人台で推移しており、件数は少なくなっていますが、その他の人身事故は増えており、ドライバーたちの一層の注意喚起が求められています。昨年は実施されなかった秋の消防演習が3日行われ、消防署員と消防団員合わせて47名が参加しました。通常のサイレンでの招集は行われませんでしたが、消防車や消防団運搬車両に分乗した団員たちは午後1時半に名寄川パークゴルフ場につながる河川敷に到着、2台の小型ポンプで川の水を汲み上げました。今回の演習は内部氾濫で大量の水がたまり、洪水となった内陸からその水を川に戻すというシナリオです。川から2台のポンプで汲み上げた水を3台の消防車でリレー送水を行います。つないだホースの長さは約500メートルになり、河川から離れた水深地からの排水にも対応できるように訓練が行われました。近年の洪水は堤防決壊によるものばかりでなく、ゲリラ豪雨などで内陸に溜まった水が川へ流れることができずに住宅地にとどまり、床下・床上浸水を引き起こすケースが多く発生しており、できるだけ早い排水が求められています。下川でも洪水で浸水が予想される地域は配られたハザードマップで確認できます。自分の住む場所が洪水時にどのくらい浸水するのかを確かめて、避難するときの目安にすることも必要ではないでしょうか。今年はコロナの影響で様々な町内のイベントが中止されています。今回は時間を区切って入場制限が行われ、年齢や学年によって入場できる時間を決め、密にならない対策が取られました。縁日は子どもたちにとって何事にも代え難い楽しいイベントであることは今も昔も変わりありません。入り口で引換券を買いますが、100円分のおまけ付きとなっており、券を手に入れた子どもたちはそれぞれ自分の好みのブースへ向かっていました。人気のブースはいろいろありますが、金魚すくいならぬスーパーボールすくい、いっぱいボールをすくった子供に聞いてみました。今日はどんなことが楽しみで来たの？スーパーボールすくい。この縁日他にもたくさんあるけど、他どこ行きました？わたあめ屋さんとヨーヨー屋さんと。お楽しんでますか？うん、でももうカードなくなっちゃった。お母さんに買ってもらいなさいって。その他射的や肩抜きなどに子どもたちが群がっていました。
主催者の商工会青年部の人に聞いてみました。とりあえずは皆さんが、ね、コロナウイルスで苦労している中で、まあ、せめて子どもたちだけでもと思って今回やらせてもらっています。で意外と、ね、人も入ってきてくれてるんで、まあ、子どもたちも笑ってるとこ見れてるんで、まあ、よかったかなと思っております。木漏れ日の外には綿飴やフレンチドッグなどの食べ物を売る店があり、ここも人気で子どもたちが列を作っていました。木漏れ日の中ではクラフトアートを売る店が数点テーブルを並べて作品販売をしており、子どもたちが中庭で興じている間、お母さんたちの関心はクラフトアート選びに向けられていたようです。